こんにちは、アールです。今日のネタはこちらですね。じゃじゃん。はーちゃん、スプラトゥーン大好きさん、ありがとうございます。このネタです。かっこやったかも。ヒーローモードで、イカがオクタリアンのインクを踏むと、ヒーローレシーバー、かっこ頭ギアが赤く光ります。そして、画面のオクタリアンのインクが消えると、いつものヒーローレシーバーの色に戻ります。採用お願いします。いつも頑張ってください。応援しています。いつも頑張ってください。ありがとうございます。いつも頑張ります。さあ、今日も頑張るぞ。OK。じゃあ、ヒーローモードか。ヒーローモードに行きましょいね。しょいね。ねいやですね。よっしゃ、行こう。はい、ヒーローモードでもですね、この3のエリアは確か、ほら、こんな感じで敵インクが降ってくるんでね、見やすいかなと思ったんですけど、何？敵のインクを踏む、あ、ほんとじゃ、この、今赤く、耳の部分が光ってますね。ピカーン、ピカーン、ピカーン。で、回復しきると、あー、治る。足とかは大丈夫そうですね。ピカンピカン。これダメージ受けてますよ、サインかな。で、さらにこの上からの雫で、ダメージを受けるとどうなるのか、ちょっとやってみましょうね。おーおー、やべえ、上から。うわっ、いたー、割れたら、イカちゃん自体が点滅してます。で、耳のところも赤くなってて、ちょっとなんか怒ってますね。あ、治った。痛えな、こんな野郎的な。あ、ほんとじゃ、ちょっとしたダメージでも赤くなってますね。ピコ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 ーン。ピコ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 ーン。ふん。なるほどね。オッケー。うわ、赤いぞ。でも、回復すると。ふぅ。あ、まだ赤い。あ、よし、治った。あ、赤い。痛そうだなぁ。ペポン。あれ声が出んかったっけ。あれか。結構ダメージからとかにいけんのか。赤い。そして、うわ、取れて。あれオッケー。よし、戻りましょうか。オッケー。戻りますね。はい、戻ってきました。というわけで、ダメージを受けたときに、耳の部分がピカピカ赤く光るっていうコメントでしたね。多分あれ、まあ足元ダメージでも入ったんで、もう1でもダメージがあったら光ってるんだと思います。で、それがね、まあ時間経過でスプラトゥーンってダメージが回復するんですけれども、それでなくなったときに、正常の色に戻ると。そんな感じの仕様じゃないでしょうか。OK、ありがとうございます。なんとですね、スプラトゥーン噂調査団、まだ正式に数えてはないんですけど、小ネタの動画がですね、200本を超えておりました。いやー、確かにね、始めたのが2018年の2月だか3月だかから始めて、まあ1日1本ネタをやったり、まあ、やらない時もあったりするんですけれども、それでね、200本を超えるっていうのはなかなか、いや、よくやったなと。にしてもね、まだまだネタのストックがあって、どうしよう。どうしようかなと思います。一時期ね、なんか、ネタ切れになったんですよ、一瞬。なんか、いただくネタも、あれ、前やったやつだなとか、僕は知ってるのだなと思って、まあいいやと思って、調査行ってなかったんですけど、ここの最近またいろんなネタがね、いただけるようになったんで、僕が知らないのとか、まだやってないとか、ちょっとそれをね、調査していこうかなと思います。おー、すごいよね、このゲーム。そこが見えない。恐ろしいっすよ。ありがとうございます。でもこの色、いいな。この今の色。かわいい。何色だこれ。チョコミントのチョコがない色。ですかね。オッケー。皆さん、この色はチョコミントのチョコがない色と覚えましょう。よし、
じゃあ次回も見てやってください。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価などで応援していただけるとありがたいです。そしてコメントでいただいた中からですね、僕がグッときたコメントは固定するようにしております。皆さん固定して上にあるコメントにはグッドボタンを押してあげてください。ではさようなら、バーイバーイ、またね。あ、よし、ずれたかと思った。バイバイ。